どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ロサンゼルス国際空港に来ております。本日はですね、ユナイテッド航空に乗って、前回の続きということで、今回もね、37,200マイルぐらいでここロサンゼルスから羽田空港まで、取っております。今回ね、ユナイテッド航空のマイルでユナイテッド航空に乗って、子供と一緒にね帰ろうということで、まあどういった感じでねサービス受けられるのか、見ていきたいなと思います。ということで、今ね朝の8時ぐらいなんですけども、あとね40分ぐらいで3時間前ぐらいになるんで、もうチェックインできるんじゃないかななんていうふうに思いますんで、ひとまずね、行きたいと思います。ということで行きましょう。行くぜ。はい、行くよ。手つながなくていい？つなぐ。あ、いいよ。さあ、ユナイテッドのチェックインカウンターはどこなんだろうか。とりあえず中に入ろう。カリーオンオンリー入れる？はいよ。マスクずれてる。 OK、 いいよ、大丈夫。これでは、こちらでチェックインしていきたいと思います。以前と一緒ですね。ではチェックイン完了です。今からバゲージドロップで荷物を預けて飛行機に乗ります。こちらはカーズランドで買ったメーターのポップコーン入れです。息子のスーパーお気に入りになってます。手に持って飛行機に乗るそうです。ではバゲージドロップが終わったので手荷物審査に行きます。おそらくスターアライアンスゴールドでゴールドトラックが使えると思います。では行きます。それではここから行きたいと思います。スターアライアンスゴールドがあるんでここで行けると思います。それでは保安検査場済みました。これからラウンジに行ってゆっくりします。行くぞ。はい、ということで、ユナイテッド航空の、ね、ラウンジ入れると思いますので、そちらに行きましょう。あとね、プライオリティパスのラウンジがあればちょっと見に行きたいと思います。今日はメーターをこのカメラ見せたくてしょうがありません。見てやってください。では行きましょう。ではゲート71番近くのユナイテッドクラブ、こちら行けると思いますので行きましょう。よ、何を？いいよ、ちょっと中入ってからにしような。ここです、ユナイテッドクラブ。こちらがユナイテッドクラブです。ゲート71の目の前にあります。では行きましょう。スターアライアンスゴールド書いてありますね。めちゃくちゃ入ってくるやん。行こう。うん？いや、あなたです。では無事 SFC で入ることができました。ではゆっくりしていきたいと思います。ここに来るのは初めてですね。あ、広いね、すごい、見て、広いね。もう、コーラ、スプライト、ファンタ、そうね、あとミニッツメイドとかいろいろありますよ。ちょっと食べ物も見よう。こちらが食べ物と飲み物です。エッグサラダとブルーベリーとメロン、パイナップル、オートミールと、これはナンみたいなやつかな、あとソーセージと卵、よし、あとあっちから見よう。あとベーグルとマフィンとサラダです。あ、じゃあフルーツです。ラウンジで食事いただいてます。美味しいですか？ユナイテッド航空のラウンジの中はこんな感じになってます。めちゃくちゃ広いですね。
でこっちに食事エリアとバーエリアがあると。こんな感じでルーフの席もあるんです。これはいいですよね。飛行機もバッチリいますね。トリプルセブンが止まっております。いやすごい。でも日差しがやばいですね。でもめちゃくちゃ気持ちいい。でもタバコは吸えないんで、こんな感じになってます。一応バーはね、ワインとビールは無料みたいですね。それ以外は有料です。ということで、しばらくゆっくりしてね、搭乗を迎えたいと思います。それでは時間になりましたのでゲートに行きましょう。今回74番ゲートですね。ちょっと先ですかね。いや、ユナイテッドクラブのラウンジもめちゃくちゃ良かったですね。広くて、やはりこういうのを使うと SFC 修行しといて良かったですね。どうした？はい、息子さんからやめてと言われたのでゲートまで止めたいと思います。それでは搭乗ゲート到着いたしました。もう間もなく、あと5分ぐらいで搭乗ですね。今回ね、グループ1番ということで一番最初に入りたいと思います。ではここら辺でもうちょっと待ちましょう。帰りの便もね、ゴールデンウィークということでパンパンですね。ほぼ満席になっております。まだまだずっと先、43、ずっと先。パパ真ん中です。よいしょ。いつ待って。手に持ってる？邪魔になるよ。だけど冷めた、冷えた気が。持ってたいの？持ってたい。いいよ。ということで無事搭乗いたしました。今回ボーイング787特殊10ですね。モニターに USB あるということで、ちょっと荷物をね置いちゃってますけども。シートポケットは特に何も入ってないですね。はい、足元は結構広いですね。うん、結構広いです、まあ、反対側はこんな感じで、まあ、結構快適ですね、はい、やはりね、優先搭乗ね、今回グループ1でさせていただいたんですけど、やっぱりいいですね、はい、手荷物とかね、奪い合いに今のところね、全然なってないんで、めちゃめちゃいいです。ということで、約12時間ぐらいだと思いますけども、フライト楽しんでいきたいと思います。息子さんはもうすでにオレオを食べてます。Thanks, everyone.
Spyglass will automatically inflate. In a water landing, Spyglass can catch from the aircraft and are used to climb mats. All 8 exits are marked with overhead signs. As you locate the 2 exit pairs you see, remember, they may be behind you. If you are seated in an exit row, you may be asked to assist the crew during an evacuation. If you're unable or uncomfortable, please ask the flight attendant to move. If you must evacuate the aircraft, exit path lights on or near the floor will illuminate and guide you to the exit. Look for a change in color or an exit sign to indicate that you've reached an exit. Leave all carry-on bags behind. Please refer to the safety card near your seat for the operation of the exit doors on this aircraft. If necessary, an oxygen mask will drop from above your feet and sealing compartments in the lavatory. If a strap appears, pull down on the strap to access the mask. Then pull the mask to extend the tubing. Place the mask over your nose and mouth and slip the band over your head. The band does not require adjustment. To start the flow of oxygen, breathe normally. Make sure your mask is secure before helping others. Should you need it, you'll find a life vest equipped with a water-activated line in a pouch under, between, or next to your seat. When directed, pull the tab to remove the pouch. If present, remove the strap from around the pouch. Tear open the pouch. Remove and unfold the vest. Slip it over your head. Wrap the belt around your waist and secure it to the buckle in front. Pull the loose ends tightly. Inflate your vest with parts to exit the aircraft by pulling down sharply on the red tab. You can also inflate the vest by blowing into the tube. This aircraft is also equipped with infant life vests, which will be distributed if necessary. Smoking of any kind, including e-cigarettes, is never allowed on the aircraft. FAA regulations prohibit tampering with, disabling, or destroying laboratory smoke detectors. The law also requires passengers to comply with lighted signs and crew member instructions. Make sure you've switched all smartphones, tablets, and e-readers to airplane mode. Taxi, takeoff, and landing, large electronic devices must be turned off and stowed. For international destinations, your flight attendants will advise you if it's necessary to turn off and stow your device. We'll be taking off soon. Please review the safety card located near your seat. Store your tray table, food and beverages, carry-on items, headrest, and footrest. Make sure your seatback is upright and your seatbelt is securely fastened. Please place your personal item under the seat in front of you. At United, we're connecting people, uniting the world and doing it safely. From all of us, thank you and enjoy your flight.配られて、で今機内食ですね。チキンヌードルとチキン、これがチキンで、カレーですね。カレーと野菜、パン、
の甘いお菓子です。前回ニューヨークから帰ってきた際にこれはいただきました。飲み物コーラみたいになってます。ラウンジで食事をしてしまったんだけど、息子は食べれないということで2人で1個いただきました。カレーいただきました。お米はタイ米みたいです。美味しいんでしょう。食べれないな、辛くて。ほんのちょっとですけど、ちょっと辛いですね。サラダ、あ、これは美味しい。ちょっと酸っぱめなドレッシングかな。赤パンです。これはこれも前回いただいた、まあ柔らかくはないですけど結構美味しい。こんなもんですね。まあこれはまあ前回めちゃめちゃ甘かったクッキーなんでいいでしょう。機内食はこんな感じで、でまた到着前に軽食がね出るそうです。かなり眠いんでサクッと食べて休みたいと思います。おはようございます。ただいまフライトはあと1時間10分のところで朝ごはんの提供が始まりました。ではこちらサクッといただいて着陸に備えたいと思います。それではいただきたいと思います。残念ながらですね、前の人と食事タイムで座席を戻してくる。頭が半分切れてます。これはめちゃくちゃ美味しそう。着陸態勢に入りました。まもなく到着です。かなりね揺れるということでアナウンスが入りました。日本は天気があんまり良くないみたいですね。それではもう地上が見えてもしてそうなんですが、全然見えないですね。直前まで見えないパターンでしょうか。あ、かすかに見えてきましたね。あ、見えてきました、見えてきました。それでは無事羽田空港国際空港に到着いたしました。いや、めちゃくちゃ羽パパン見れました。東京はめちゃくちゃ天気が良くないですね。 Until the captain parks the aircraft at the gate and turns off the fasten seatbelt sign. Before you deplane, please check the areas around your seat. Make sure you have all your personal belongings with you.Thank you. You're welcome.
日本帰ってきました。長旅でしたね、うん、大丈夫だった、うん、よかったよかった。何日本のさ、うん、飛行機の駅、そうだよ、ほらキッズルームで遊んだでしょ、あそこですよ。それでは無事羽田空港到着いたしました。いや快適なフライトでしたね。いや今回ねなかなかないんですけども、 CA の方はね結構めんどくさい感じに仕事する人で、飲み物頼んでもみたいな感じで、日本ではねなかなかない感じでちょっと残念でしたね。ということで入国していきたいと思います。もう何にもないんですよね多分ね、今もう何にもないんでね結構驚きですね。はい、ということで入国していきたいと思います。それでは無事入国いたしました。到着ロビーの一番奥の手荷物宅配サービスで手荷物を送って帰りたいと思います。ということで無事ね、手荷物を預けてこちらですね、はい、で預けてきました。マリオットアメックスでね1枚家族カードもいけますんで、ぜひ皆さんこれね2,000〜3,000円しますんで、ぜひ利用してください。ということで今回ですね、ロサンゼルス空港から、羽田空港ですね 37,200 マイルで発見してね、帰ってまいりました。ちょっとね CA さんの対応がね寂しかった部分はあるんですけども、快適なフライトでございました。ということでこのままね私は帰りたいと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。